チェアの実例を席始まります。ファイルの中に新規作成を選びまして、パッドを選びます。名前を入力します。OK となります。まずスタートから、シェイプの中に、ジェネレティブシェイプデザインのデスクまでチェンジします。これから挿入からスケッチを選びまして、XY 平面を選びます。座標を見えるように調整しまして、スプラインを選びまして、スケッチを書き始まります。寸法を拘束します。660mmです。寸法は 470mm です。スプラインを少し調整します。はい、スケッチを書き完了しまして退出します。これから、平面を行います。タイプは平面からオフセットを選びまして、基準は XY 平面です。オフセットは 160mm です。平面位置を定義行いました。引き続き平面2を行います。同じように XY を基準としてオフセットは 270mm です。これからまたスケッチを書きます。平面位置を選びまして、スプラインからスケッチを書きます。スプラインを少し調整します。スケッチ書き完了しまして退出します。同じように
平面に、の中で、スプラインから、スケッチを書きます。スケッチを少し調整します。はい、スケッチ書きかのばして退出します。また挿入の中に操作の中で対象を行います。対象エレメントは、スケッチ2とスケッチ3を選びまして、基準は XY 平面を選びます。OK となります。これから挿入の中に、サーフェスの中で、複数セクションサーフェスを選びます。順番で対象エレメントを選択します。OK となりまして、サーフェスを作成できました。引き続き、挿入から、ワイヤーフレームの中にコーナーを行います。コーナータイプは 3D コーナーを選びまして、エレメント1はこの曲線、エレメント2はこの曲線を選びまして、半径は 100mm を記入しまして OK となります。同じく、他の3つのコーナーを定義します。はい、普通のコーナーを定義完了しました。引き続き、挿入からサーフェスの中に、押し出すを選びます。プロファイルは、プロファイルはコーナー1を選びまして、方向は X7 を選びます。境界1と境界2はタイプすべて寸法を選びます。寸法は 50mm と 50mm を入力しまして確定を行います。
同じくコーナー2を行います。引き続きコーナー3を提起します。方向は Z 成分を選びまして、寸法は同じように入力して OK となります。またコーナー4の方は Z 成分を選びまして、同じように入力して OK となります。また挿入からワイヤーフレームの中に分割りを行います。操作の中に分割りを行います。分割りさせるエレメントは、押し出し曲面を選びます。切断するエレメントを選びます。1,2,3,4 を順番的に入力しまして、確定します。はい。必要ではないものは見えないように設定します。起表紙を選びます。コーナーを見えないように調整します。OK。引き続き、またスケッチを書きます。これは工程の穴を書きますから、ZX 平面を選びます。スケッチも見えないように調整します。OK。これも OK。アナを書きます。寸法を拘束します。直径は20ミリです。位置を拘束します。
この寸法は 250mm です。この寸法は 80mm です。スケッチを書き直しまして退出します。また挿入の中に拡張プレリケーションシールの中に長方形パターンを選びます。方向一致の方は instance および間隔を選びまして、 instance は2を入力します。間隔は 160mm です。こっちはエッジの軸を選びます。第2方向は同じように設定して、インスタンスは2を入力します。また間隔は 160mm ですので、4B 軸を選びます。選びまして OK となります。はい、少し書き直します。また挿入から拡張レプリケーションシールの中に長方形パターンを選びます。対象エレメントを選びまして、タイプはインスタンス及び間隔を選びます。インスタンスは2を入力して間隔は 160mm です。第2方向は基準はエッジ方向になっています。第2方向はインスタンスは2です。間隔は 160mm ですが、方向は B 方向です。反転します。反転しますから、OK となります。また挿入から押し出すの中に
プロファイルをスケッチ4を選びます。方向は ZX 平面方向を選びまして、境界1と境界2の寸法を別々入力します。100mm と 50mm です。 OK となります。はい、同じようにサーフェイスの中に押し出すを選びまして、プロファイルはZX 平面を選びます。寸法は別々入力して OK となります。これはすべてのサーブエレメントを放置を選びまして OK となります。また挿入から操作の中に割合分割を行います。分割させるエレメントは曲面1を選びます。切断するエレメントは押し出す5、を選びまして、OK となります。挿入から操作の中に分割を選びまして、分割させるエレメントは分割位置を選びまして、切断するエレメントは押し出す位置を選びます。 OK となります。また挿入から操作の中に分割を選びまして、エレメントは分割2、分割3を選びまして、切断エレメントは押し出す6を選びまして OK となります。はい、ここまでは押し出し5と押し出し6は見えないように調整します。スケッチ4と長方形パターンを見えないように調整します。はい、またスタートからメカニカルデザインの中にパッドデザインを選びまして、挿入から
サフェスベースフィッチャーの中に厚みサフェスを選びます。第一オフセットは5ミリを入力しまして、オフセットスオプションオブジェクトは5割4を選びまして、OK となります。はい。ここまで、実例の設計を完了しました。ファイルの中に保存します。